毎日学習会の林です。高橋です。よろしくお願いします。お願いします。今日はケアの法学部のフィット入試 B 方式の総合考査2に関してのお話をしようかなと思うんですけれども、はい、どうですかね。まずこれの対策って何をしたらいいんですか。分かんないですよね。問題解いてみて、多分この動画見たと思うんですけど、分かんないから見てるんですよね。分かんないですよね。で、まあ、傾向としてまずどういうものに似てるかってお話をちょっとすると、はい、まあ、いわゆる栄養水産の中でいうと、文学部自称語の総合考査2とか、あと一般のもので言うと、青学の問題に似てますね。総合文化政策の問題とかに結構似てて、うん、なので、その、まあ、これちょっとできないなって方は、そういうのもちょっと手をつけてみていただければなとは思うんですけれども、うん、まあ、でも分かんないものを手をつけてもしゃあないんで、ちょっとどういうふうに対策すればいいかってお話を軽くすると、うん、政治経済とか倫理の教科書、あと資料集、あとは本でいうと、まあ、中高クラシックスとか公文書、うん、古典新書とか、あと岩波の青帯とか、うん、岩波の青帯そんなに役は良くないんで、あんま見なくてもいいかなと思うんですけど、うん、そういう感じのところを、まあ、読んでいただいて、やっぱりこう哲学とかそういうのに興味がないとかなりきついかなっていう感じがしますね。そういうのを読んで勉強するときに気をつけるべきこととかってありますか。うん、まずですね、岩波の青帯とか読んでると、多分もう70歳ぐらいになっちゃうんですね。全部あれを逐一分かるまで読んでると多分一生使い果たすので、まあ、そういう風な見方はしないでいただきたいなと思っていて、やっぱりこうその過去問を一通り解いてみることが大事ですよね。で、過去問を解いてみて絶対分かんないわけですよ。何これみたいな、うんうん、最初の一文から分かんない。だって例えば空を自由に飛べたらどういう問題が起きるだろうとか、あと休日の日付をどう変えればこう国民の幸福度が上がるだろうとか、あとはですね、国民幸福度という概念に関してどう考えるかとかですね、あとなんか哲学者のこうなんか議論みたいなのが一見出てきて、あなたはどう思いますか、分かんないとしか言わない。分かんなくて普通です。なんかね、やっぱり偏差値70ぐらいの高校のこれ内申4以上ある子って分かんないっていうのはすごい嫌がると思うんですけど、分かるわけねえじゃん、こんなのって。だってフランスのバカロレアとかとほぼ同じ問題がそのまま出てるんで、分かるわけがない。で、分かるわけがないんでどうするかっていうと、まずその過去問が出てきた時に、これが分かるにはどうしたらいいですか、どんな本を読んだらいいですかっていうのを、ちょっとまあ一回その学校の先生とかに聞いてみた方がいいですね。で、学校の先生もよく分かんないことが多いと思うんで、その場合お問い合わせいただくと、分かる人がちゃんと答えてくれますんで、お問い合わせいただければなと思いますという宣伝です。で、まあですね、問題の傾向をちょっとじゃあ見ていこうかなと思うんですけど、うん、2015年民主主義はどこが望ましいかを10歳児に説明する。2013年国という制度に分かれて暮らすことをなぜ地球人は好むか宇宙人に説明する。やばくないですか。しかも笑うしかないっすよね。面白いけどさ、どうすんのみたいな。そうね、入試で出てきたらびっくりです、ね、やばいですよね、うん、解けます？無理です。いや厳しいですよね、うん、で、いや SAC 受かったら無理なんで、かなり厳しいです。で、どういう風にやるかっていう話、私は実は大学じゃない専攻がそっちに近いんで、ちょっとお話をすると、まあ例えばそのあれですよね、まあ、国という制度に分かれて暮らすことをなぜ好むのかっていう話に関して言うと、まあ、創造の共同体っていう本があるので、それをちょっと読んでみてください。で、民主主義のどこが望ましいかってことに関して言うと、まあ、足部憲法っていうその憲法の入門書があって、まあ、入門書って言ったらまあまあ難しいんですけど、もともとは放送大学の学生向けに書いたものなんで、高校卒業した方だと思います。なので皆さんでも読めると思いますので、まあ、ちょっとじっくり読んでみていただいたりとか、あとはその統治ってものを考える上で言うと、マキャベリの君主論とか、マキャベリの君主論は、まあ、具体例が多くって読みにくいんですけど、読めないことはないです。で、ノートを取って読めば普通に高校生でも読めるので、まあ、政治学をやりたい方であればちょっと読んでみていただければなと思っていて、うん、ちょっと難しいなと思う方はマキャベリの君主論じゃなくて、ヨーコの君主論という小学生向けの君主論があるんで、やばいですよね、小学生の教科書って読む人いるんだ。それをちょっと読んでみていただけると大まかな内容が分かるかなと思います。はい、うん、なのでまあそんな感じで、ね、だってやばいもんね、なんかユダヤ教のタルムード講話に近い問題が2014年に出てきたりとか、やばくないですか。で、あとは国民総幸福量とか、エスペラント語が普及したら世界が変わったかとかですね、これ2017年ですけど、言語学の問題やばいですよね。で、法学部法律学科受けて、そっか、言語学の問題が出てくるって、そこまでこう幅広い関心がないと無理なわけですよ。で、あとは空を自由に飛べたらとか、
休日の日付をどうか、ドラえもんかって話ですよね。空を自由に飛びたいなって、もうこれ広告つかないですね。著作権アウトなんでね。で、まあ、まとめるとどういう感じかっていうと、哲学的な問題が出てきます。で、政治学とか法律学の本質的な問題から、まあ、だんだん幅広い自由なテーマに変わりつつあるで、論理力が大事で、どうしても分かんなかったらフェリについて仮説思考、フレームワーク思考、抽象化思考で対応するっていう感じで、うん、やばい、いやもうなんかよく分かんない動画でしたね。なんかめちゃくちゃ難しいっていうことだけが分かった感じですよね。そうですね、うん、で対策に関しては、まあ、正直その問題解いてみて多分分かんないと思うんですよ、うん、1時間経っても多分解けないと思うんで、である程度本とかその倫理の教科書でここ読んでとかっていうのがあると解けてくると思うんで、まあ、どういう本を読んだらいいか分かんない方はぜひお問い合わせいただければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。という形です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではLINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。